昨日から3ヶ月間ののの指名停止処分を受けたのは、塚川市の赤羽組です。この会社の代表取締役だった赤羽隆被告は2018年7月から去年8月ごろまでに行われた県発注の工事の入札をめぐり当時、県職員だった男に設計金額を教えてもらう見返りに賄賂を渡したとして逮捕・起訴されました。 国土交通省は贈賄容疑で代表役員が逮捕された会社について3か月以上9か月以内の指名停止処分にすると定めています。